北海道に春が来ました。4月になっても雪残っている北海道、道路はというとこんな感じ。コンクリートが見えてる。日中は溶けてべちゃべちゃ。この時期車通るとザザーっと、こんな独特な音がして、これが北海道の春を感じる音、ザザー。ご近所一周すると除雪グッズが無防備に家の外に放置。道民なぜか除雪グッズは盗難を恐れず、ドドンと家の前に置いてる。ペアで置かれてることが多い。この冬の大雪活躍お疲れ様でしたっていう感じ。屋根の雪は雪庇と言って、雪が溶けて垂れてくる。いきなりズドーンと落ちることもある。標識は雪の重みや排泄の勢いで曲がっちゃったりすることもある。そして春の排泄、積もった雪をトラックに積んで雪捨て場に持っていくんです。パートナーシップといって、町内会や自治体と行政が費用を負担し合って、排泄業者に頼んで雪を雪捨て場に持って行ってもらう制度があります。幹線道路は行政でやってくれるんですが、住宅地の道路などは住民負担となります。なので町内会費のほとんどが排泄費のようになっている地域もあります。まずは固く圧雪された道路の雪をタイヤショベルで削る作業から始まります。片側の方に雪がたまるように角度を調節されています。道路は車が通って雪が踏み固められていくので、手でガリガリやったぐらいじゃびくっともしないぐらい圧雪されていきます。なのですごいパワーで削っていきます。アスファルトまで削られて跡がついちゃってることもあります。時間が経つと残った雪溶けて、久しぶりにお会いしました、アスファルトさん。あー春が来た。あら跡ついてる。排泄時には必ず誘導員がつきます。排泄中っていう旗が各所何本も立てられて、まるで町内はお祭りみたいな雰囲気になります。削った雪を順番にトラックに積んでいくんです。今1台雪を積んだトラックが通りましたが、トラックは堆積場へと向かいます。ここからが見どころ、北海道のディズニーパレード。トラックが何台も並んで、まるでパレードするような感じになるんです。花形大型ロータリー除雪車登場。熟練の技とトラックと息ぴったりで雪をトラックに乗せていくんです。1台満杯になったら次のトラックがスタンバイ。雪を積んだトラックは堆積場へと走っていきます。次のトラックが待機しています。次のトラックの順番が来ました。ロータリーとトラック同じ速度で進んでいくんですね。大型ロータリーのピーピーっていう音、ガーっていう機械音、雪がザザーってする音、トラックのハザードのピカピカする光、なんとも華やか。トラックはいろんな種類があって色もカラフル。どのトラックも雪がこぼれないように板で両サイドが高くなるようになっています。このピーピーっていう音が排泄の音っていう感じなんです。向こうの道路を雪を積んだトラックとタイヤショベルが通り過ぎていく。大型ロータリー除雪車が削った後は綺麗に壁のようになってます。あれ、向こうの道路さっき言ったタイヤショベル戻ってきてる。大忙しなんですね。ひっきりなしに雪積んだトラックが走っていってます。向こうの住宅の道路の排泄ですね。トラックが並んで細い道路に次々入っていっています。何台でしょうか。
今これ映像10倍速にしています。実際はすごくゆっくりです。あ、除雪グレーダーという除雪車撮りました。雪を脇に寄せたり、デコボコ道路を平らにする車かな。映像では9台映っていますが、実際はもっと台数走ってます。またタイヤショベル、除雪道座とも言うようですが来ました。何やら先端が折り曲げられるので、片側だけでなく両側に雪を寄せることができる優れもので、小回りが効くので狭い道路や障害物の多い住宅街などで大活躍なんだそうな。細かい部分を丁寧にやってくれるって感じかな。次に登場したのはバックフォー。これは工事現場なのでおなじみ、ちびっこにも人気なバックフォー。排泄の時のバックフォーはタイヤショベルに残していった雪を丁寧にかき集める作業、本当に丁寧なんですよね。バックフォーが次にする作業は雪を崩す作業。工事現場だと豪快に壊したり削ったりするイメージなんですが、排泄の時のバックフォーはちょこっと削って、ではバックして、少しずつ少しずつ、そっとそっと丁寧に雪を崩していきます。豪快にやっちゃうと一気に雪まだれみたくなって崩れてばらまいちゃうからなんだと思います。ちょこっとちょこっと丁寧に丁寧に、パサ、姿勢を整えてゆっくりバック、まるで手でお砂糖をかき集めるような感じ。あらま、本当にちょこっとずつなんですね。ガードレール壊しちゃいけない、消火栓も壊しちゃいけない、電線引っ掛けちゃいけない、いけないいけない、見えない見えない、雪で見えないところをやるんですから大変ですよね。壊したら怒られるどころでは済まないんで、慎重にならざるを得ないですよね。そしてほんのちょっとの残った雪もかき集めてくれます。ズズズズズズ。さらに作業員の方が横についていて、スコップを持っています。残したやつ、ほんの少しの雪でも作業員の方が集めてくれるんですね。本当にご苦労様です。バックフォーは次の場所に向かいます。次に来たのはまた先ほどのタイヤショベル。バックフォーの崩した雪を寄せているようです。何回も何回も往復して、道路に残ったほんの少しの雪もかき集めていきます。バックするときにこのピーピーピーっていう除雪独特の音がするんですね。雪がなくなるとこのガタガタガタっていう音、コンクリートと擦れる音がします。あ、道路の真ん中に雪残ってますね。この雪はどうなるのでしょうか。バックしてます。お、雪の横を行きましたね。あ、今先の方を開きましたね。直線状になってる。あら、今度も違う方。今度は真ん中行ってますね。行くか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 、行ったー。さすがです。すごいです。北海道春の排雪。付録、札幌市の除雪機紹介。タイヤショベル除雪ドーザー。先端に装着されたプラウは折り曲げることができるため、片側だけではなく両側に雪を寄せることができます。小回りが効くため交差点やバスベイ、バスベイって道路に作られたバススペースのことかな、狭い道路や障害物の多い住宅地などあらゆる場所で活躍します。お値段2000万円。
除雪グレーダー、幅の広い道路で使用する機械で車体中央部についているブレードで雪を道路脇に寄せたり、凹凸になった路面を削って平らにします。お値段4,500万円。大型ロータリー除雪車、雪で狭くなった道路の幅を広げる作業や運搬排泄でのダンプトラックへの積み込みに使用します。前面のオーガを高速で回転させ雪を発散し、フロアにより雪を巻き上げシュートから投雪します。お値段4,100万円。小型ロータリー除雪車、小型除雪車、主に歩道の除雪に使用します。構造的には大型ロータリー除雪車と同様で、前面の大型で雪を破砕し、ブロワにより雪を巻き上げシュートから投雪します。お値段2,800万円。除雪トラック、主に郊外での幅の広い道路で使用され、先端にはプラウ、車体中央部にはブレードを合わせ持つ機械です。お値段4,500万円。凍結防止剤散布車、冬のツルツル路面対策として車道に凍結防止剤、防霜剤入り塩化ナトリウム、一般に砂と呼ばれている滑り止め剤7号砕石を散布する車です。後方の散布装置から路面に散布します。お値段4,100万円。こちらのクマのマークを押すと、道民夫婦のチャンネル登録ができます。チャンネル登録、高評価、とても励みになりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。